はい、こんばんは、カリエシュリュウジンです。速報なんですけれど、埼玉のネットカフェでですね、立てこもりがあったんですけれど、その立てこもりをした男の身柄を確保したみたいで、埼玉市の、JR 大宮駅近くのネットカフェでですね、男が女性従業員を、30時間以上人質を取っていて、その立てこもっている事件でですね、先ほど男の身柄を確保されたということですね。あとは女性も保護されたみたいですね、人質のね。はい、そういうことだったんですね。はい、カリエシュリュウジンからでした。